んこんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。さあ来ました、超究極パルナッソス計画ということで、クレさん来ましたね、坂井正人さんということで、さあ早速やってみましょう。まあ、初見なんで、まあ、タイトルにニュー書いてあるじゃないですか。そうニューカマー、頑張れ頑張れということで行ってみたいと思います。初見、まあどうせモーセじゃねえや、空風ゲーなんでしょどうせ。うん、俺分かってっから、どうせ空風人だってこと分かってっから。あ、いらないよこれ。で、行きます、行きます。タチリンなんか出ないよ、どうせね、どうせ出ない。始動パルナッソス計画、来んなよ、カチリン。カチリン出たら分かった、出ないね。ちっちゃ、周りの敵大きく見えんな。これさ、挟まれ気じゃない、何？ああ、なるほどね。あ、真ん中にもシールドあんのか。なるほどです。肩！カタカタの実だよ、これ。これ、挟まるやつじゃない？反射で。思ったんだけど。ちゃう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 ってやつ、これ。いや、強いって。ちょい、強いって。まあ、あと6ターンだったらどうでもいいけどね。しかも、ギコちゃんのね、クフリンは、おーおー、激しいな。あれ持ってますから。クリティカルも、運極ですからね。舐めちゃいけませんよ。いける、全然いける。余裕、いけるよ。で、大破でしょ？あ、いいじゃないですか。いや、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。強いよー。いや、強い！素晴らしい。ポチュン！なるほど。大丈夫です。まだまだなのです。よし！ステージ1、抜き抜き動画。ファーストね。勝ちに出んなよ。あーしゃしゃし。挟まりゲーじゃねえかおめえ、ふざけんなよ、失敗したなこれ。なんか結構ダメージ稼げるな、稼げれば稼げるな。なんだワープ出してくる、やっぱりね。ピュン、サードダメージボールね。ルパンダトゥー、いける、よしよしよし、よっちゃいんか、よっちゃいんか。イラ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 イ、ダメージボール激しみの深い。こちら。とりあえず一匹倒そう。よし！一匹倒そう、大事。大丈夫、大丈夫。まだ怒る。まだいける。まだ怒るってなんだよ。おう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 。オッケーオッケー、センキューセンキュー。ダメオは当たらないよ、これは。そう簡単にはな。オッケーオッケーオッケー、センキューセンキュー、いいんじゃない？ちょっくら行ってくるぜ。右下行け、右下。何やってんだおめえ。3分の1引けよ、そこは。あぶね、行きかけに竜のひらめき、奇跡。これ反射系だわ、俺やったわ、完全にやらかしてる。あぶねえ戦いだったぜ。ステージに抜けた。ステージ3、なるほどな、まあ、こっちの方を先に倒そう。ああ、よしよしよし、ファースト、あぶねえ、ありがとうよ。ちょっとでも与えておきたい。よしよし、うおー、クリティカル出た、ありがてえ。このクリティカル大事よ。サード、あ、セカンドだ、セカンド、これ全員当たんじゃない、当たんなかったよ、惜しい。一匹倒したかな、オッケーオッケーオッケー。サード、いや、これ左下の方結構大事な気がする、俺は。よし、パーフェクト。いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。3に当たるのでかいですよ。次フォース、いや、まだしなら戻ってきて右のハートを取る。
惜しい。大丈夫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 、当たりません、聞きませんよ。いや、いいですね、いい空気感ですね、素晴らしいですね。勝てますよこれ。セカンド、うん、ただあれが邪魔なんだよな、あのシールドがめちゃくちゃ邪魔、バチコル邪魔なんだよな、うん、倒したのかな、倒しきれねえ。でもこのターン倒せばまあどうにでもなる。 OKOKOK、 いや、いいじゃないですか、全然余裕っす、余裕っす、よっちゃんよっちゃん、よし、 Thank you。 ボスからそろそろ、うん、ガロメ調子に乗るなよ。なるほど、でファースト、あーいいとこに行ったのか、上から行けばいい感じにレイヤーが、素晴らしい、うん、セカンド、ピョン、いくら当たっちゃった、いくら当たるとそんな感じか、靴取ってスピードアップして全員触る、セキュー、全然いけますよ今のところ、うん、ただボンされたらやばいよね、2人、 OK、 まあ2人でいいでしょ、で次フォース、痛い、なるほどな、ちょっと危ないねそれはね、1フレで戻っていくか、いや結構痛いな、やったかもしんないなこれ、ふう、危ない戦いだ、決めに行く、素晴らしい、さすがゲイボドが、君は強いの、危ない、あぶあぶね、くっそ、堺雅人さん、あなたは強すぎる、右全部ね、あー最高、レイアンてるよ、素晴らしいですね、左上倒せばダメオブは持てないと、 OKOKOK、 なんとかね、いや、いやこのシールドがあるからちょっと微妙は微妙だな、あと3単位で倒せるという話ですな、いけますよ、やっちゃって、イエス、愚者、正解、セカンド、おお、そんな感じね、一ターン目だから、まあ、使わないと効果まだ、ピュンピュン、痛い、でもありがたいな、それ。お、これはテーブル刺さっちゃうんじゃないこれ、だって全部無効化だもんな、いくぜ、あ、運極ね、あ、そう、運極だった、3人目、4人目か、よいしょ、全員当てたい、センキュー、ここちょっと難しそうな雑魚多いから、やばい、あぶねえ、ポカじゃないよ、ポカじゃない、ポカじゃないよ、ポカじゃない、ポカじゃないよ、何回ポカポカ、さあここら辺から大暴れですよ、ストライクショットですよ、あ待って、あの、あえて、これは違うな、あえてのこれでいきます、素晴らしい素晴らしい、よし、ちゃんと駆逐していけ、でこれもちゃんと仲間に当てて、で、ワープを倒すんですよ、 OK、 Thank you、 こうなったら結構やりやすいんじゃないか、痛い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 、やめて、よし、その回復はでかいぞ、かなり偉大な回復だと思う、ストーション決めろ、
ゃん、あんた当たらん。よしよし、シーザーいたいいぞ、これ決まるんじゃないか、これストショクリタル、来い、クリ、クリタル、あー、でもいけそう、なんかいけそうな気がする。初見でいけんだったらまだありがて、周回用、まあ、4月までな、周回用ではあるからそんな難しくはないと思うんだけど、スパ、あとちょっとだ、いけるぜ、大丈夫、金波まで湧いちゃったから、申し訳ない、私の勝ちだ。よし、勝った、あぶねー、途中負けるかと思ったぜ。これ反射だな、反射にしよう、次からは。うん、いや分かんないけどね、まだ全然攻略はされてないと思うから分かんないけど、うん、おーおー、5回ぐらい勝てばいいんだっけ、これめちゃくちゃ簡単じゃねえかよ。うん、それは難題ではないな。うん、なんかそっくりなキャラクターいるよね、これね。はい、そんなわけでクレイさんクリアすることができました。最適キャラクターが何か分かんないから、また別の動画出すかもしれないけども、ちょっといろいろ皆さんコメント欄で教えてください、何が最適かをね。以上、ヒコちゃんでした。バイバーイ。笑って暮らしていこう、たとえ